ヒカキン TV Everyday。 はい、マロ YouTube。 どうもヒカキンです。今ですね、家のインターホンが鳴って、家具屋さんがベッドを持ってきてくれたようです。さあ楽しみ。はい、今はこういう状態でございます。果たしてここにベッド置けるのかな。ほんとこの部屋狭いからね、測った感じではね、もうね、埋まっちゃうんだよね、ベッドで。さあどういう感じになるんでしょうか。頭のところのパネルが入ってきましたね。入るかな、これ。部品が入ってきました。枠組みができました。で、幅もね、セーフセーフでした。よかったよかった。通路もギリギリ確保。やっぱ測った通りだったぜ。よかった。すげえ、一気にできてきた。すごいすごい。マット来ました。すげえでけえ。来ましたね、バッチリやん。ここのデザインが好きで買いました。なんかボコ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 ってなっててね。はい、あと実はですね、このシーツセットみたいなのも買いました。色はなんかクリーム色にしました。おしっことか漏らしても汚れないようにね、ってのは嘘ですけども、あったかい色だから買いました。ちょっと並べてみますか。よいしょ。お、結構分厚いなこれ。うわ、分厚。あ、これ1枚だったんだ、分厚いやつ。はあ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 。これをここにかぶしいの。ほっ。お、こういうことね。これシーツは2枚入ってます。とりあえず1枚。なんか黄色ってな、白が良かったな、これ。まあ汚れるからでも黄色でいっか。なんか最初から汚ねえみたいかな、なんか。そんなことない？はぁ、でぇ。こういう感じか。よし、完成だ。完成だよ。今考えたら掛け布団がね、ないんですよ。また買わなきゃね。寒くなるまでに買わなきゃね。毛布で寝ます、適当に。で、ちょっと初ダイブ行かせていただきます。あー、でもバキとか言ったらやだから、そーっと行きたいね。ここまで長かったよ。いろんなショールーム見に行って、家具屋さんもいっぱい回って、実際寝てみて選んだから、いや全く問題なしですね。おお。で、さりげなくベッドのライトがあるんで、ちょっと電気消してやってみます。おお、おお、なんかちょっといい感じ。よっこらしょ、どっこいしょ。これっすね。ほっ、おお、おお、二段階になってる、ほら。パッ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 。まあでもこれだけじゃあれだから、こっち側になんか台みたいの置いて、おしゃれな照明をつけたいと思います。はい、ということで以上、ヒカキンのベッドデビューでした。バイ。Good.